誠の打つけならば刺せ。父にそう言われ、私は信長様に嫁いだ。なれどその内に燃える美しき野望に触れ、氷のような私の刃は打ち砕かれ。 望むは、 あの方の夢に生涯寄り添うことのみ。
の戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなる。美濃の平定大儀である。今宵は宵へ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい座れって。おい母であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリでよって身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な、ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に恐報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。やつは霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ利光。
十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。無名殿は先に様子見に行かれました。私はここで藤吉郎殿と小六殿の到着を待ちましょう。秀千代殿はどうぞ先へ、無名殿の後を追ってください。Oh.
Thank you.
も見えぬ。どこだ、どこにいる、あやかし。
嘘だ。あの顔、まるで死んだ夫に。